今回は、えっ、ー、と、ドラゴンゲートのアーリークリスマスタックトーナメントの、えっ、ー、と、準決勝の予想、今日の予想ですね。はい、をやっていきたいかなと、思いますね。えっ、ー、と、まず、1回戦はですね、えっ、ー、と、僕ちょっと、今まで、ちょっと、ドラゴンゲートのね、あれが期間が空いていたのが申し訳ないなと思ってますして、ちょっと1回戦は動画にできなかったのが、ちょっとね、反省なんですけど、 そっからの、ね、準決勝からですね、アーリークリスマスタックトーナメント2017で、1回戦は、まずは、えっ、ー、と、ヤマトヨウスケ対ドイ、ビッグ R ですかですね、そうですね。で、まずはそこの、組み合わせはド、ドイがパガタレスライディングキックでヨウスケに勝つと。そして、えっ、ー、と、もう一カード別に、ね、B ブロック1回戦、吉野マスト弁慶対ティーホークエイターは、エイターがビッグ弁慶にね、トーテムキラーをね、決めて、 準決勝進出と。して、えっ、ー、と、A ブロック1回戦ですね。ドン・フジ斉斎藤亮対高木慎吾、寛大康氏。の大会は、えー、高木が斎藤亮にメイドインジャパンを決めると、えー。準決勝進出で、スペインイベント、ハルク・ケイジー対文字関進む組なんですけど、これは、えー、っとですね、スカイデスクールボーイで、ね、ドリームゲートチャンピオンが取りましたんでね。すごいですね、これね。そして、 で,でそして、の次ですね。えー、準決勝の組み合わせがハルク、はるく KG 対高木間だと、t 4ダイドイ井清水となっておりますねな。今回のこのタックトーナメントね、ちょっと動画で全然触れられ出てなかったので、ね、ちょっと申し訳なかったんですけど、えー、もうすごい豪華ですよね。1回戦、ね、終わったんで、あれですけどね。も、ま、のすごい豪華な組み合わせということで、 1>, 1回戦もまあ、ね、KG が望月が取ったりとか、で高木と最良の後楽園のシングルマッチ決定して結構今荒れてますけどね、2人とも。結構バチバチにやってるんでね、うん、しっかりとね、直接ピンホールを全奪ってますね。そして t ークエイタ、エイタがトーテムキラーで弁慶から取ると。で、そして土意が洋介から取ると。陽介、欠陣をしてたみたいなね、話を聞いてたんですけど。 突帰できたらしいですね。それに対して、キットがあれ、後楽園に確実に間に合わないらしいですね。なんで、本当に、その、ね次間に合うの、もしかしたらこれ、返上ツインゲートっていう形にもなりかねない。確実にこれ、優勝したチームと戦うと思うんですよ。なので、これね、ねえ、キットちょっと大丈夫かなって思いますね。 で、メインイベントにこのにで、なんかメインイベント見てってなってましたね、も月藤井ともう一人っていうのになってたんですけど、きっとだったんですけどね、そこの穴は誰が取るのかっていうのがちょっとわからないんですけど、まあ、それは置いといて、ハルク・ケージで高木・カンダ、予想はですね、ハルクとファーストフラッシュでカンダを決めるんじゃないかなと思いますね。はい、そして、ティーフォーク・エイタ組対ドイ・シミズ組の戦いは、えー、と、ケルブルース、ケルベロス、ケルベルスやな、ん ケルベロスケルベロスってやってますよね。ケルベロス。ちょっとごめんなさい。ちょっと、勉強不足です。いません間違ったら指摘お願いしますね。で、t フォークが清水に勝つという予想ですね。で、決勝は t クエイター対ハルクケージ組なのかなと思いますね。うん、で、神田と高木、ぶっちゃけ僕予想が t ー,ークエイ8が勝って t クエイターがチンゲット挑戦っていうパターンかな。らこれもう、普通にみんな予想できてると思うんですけど。うん そのパターンが濃厚かなってなった時に、高木、神田で同門対決って考えるやんかなっていうのと、まあ、札幌なんでね、買ってもらいたいかなと思いますね。なので、t フォうん、高木と神田のところは、タイ・ハルク・ケイジのところは、ファーストフラッシュでうん、昨日、ケイジがね、望月から取ったんで、 神田から次取ってくれるでしょうということですね、はい、で優勝はティフォーク5イタグ組が優勝するとでですねまあまだそれは後日今日今日,今日のこれ朝取ってるんですけど、えー、と今日の夕方夜ぐらいからかなアップしようかなと思うんですけどそれ答え合わせ兼予想という形でうんちょっと他の対戦カードはちょっと今回はなしにさせていただきたいかなと思、はいますねでいろいろあれですねちょっとあれ取れてなかった 時期に UT がトライブヴァンガード入りが決定っていうか、うん、加入しまして、今シングルマッチ3連戦。おそらく今日と明日と。残り2戦もやるんでしょうね。対戦カードちょっとごめんなさい。見てないんで、あれなんですけど。で、あと何でしたっけあと何があったか。まあ、きっと月上か。くらいかな。あと、そうやな、あの、防衛しましたね。無事に。トライブヴァンガードが。なんとか防衛に成功と。 なりまして。でも今のところ高木とね、ベルセルコからね、メンバーとの亀裂っていうのが、ごっつり入っていれないんで、どうなんでしょうね、後楽園で動きがあるのか、はたまた来年になるのかっていうところですよね。まだその辺はおいおいね、触れていけばいいかなと思うんで、今回はこの辺でわります。外リクエストとコメントの、リクエストのコメントと、自分はこうだと思いますっていうそういうコメントですね。<laughs>